ではちょっと話を攻撃陣、守備陣の方に移したいと思うんですが、源田選手を、キャプテンを怪我で欠く中、スタートしました。でもこう若手の児玉選手も頑張ってくれたりしましたが、打撃陣に関してはこう全体としてはいかがだったでしょうか。もう数字が物語ってますからね。そこは一つの結果として、この、この明けの練習をスタートしましたけど、はい、そこも含めてね、僕たちも含めしっかりと選手と話し合って、チーム打撃のところも含めてですけどね、そこは徹底的にやっていきたいなと思ってます、ただルーキー蛭間選手、児玉選手が頑張ってくれたんじゃないかなと。本当は源田が、開幕当初いない中ね、はい、児玉は本当にチームにとっては、春先っていうのも含めてですけど、よくやってくれたと思うし、いいものを見せてくれましたから、はい、やっぱり児玉が、いて、やっぱり助かったなっていう、試合も非常に多かったですからね、やっぱりいてくれてよかったですよ。蛭間選手ももう6月から上がってきて、本当にこうチームを明るくもしましたし、こういいムードメーカーとしてもやってくれたんじゃないかなと。真剣勝負を楽しんでるというかね、ただ楽しむだけ、楽しむだけじゃなく、その真剣勝負を楽しむために自分がどうすべきかとか、そういう意味ではそのチームにとってもこう、ああいうラインにとってああいう選手が少ないと思うんですけど、本当にこう、楽しそうにやるし、いや本当ですよね、こうムードメーカー的に、はい、やっぱ打った時に喜ぶし、なんか非常に楽しみな、もちろん選手なんですけど、技術プラス、そのメンタル的なところっていうのがドラフト1位というだけあって、なんか本当にいいものを見せてもらったと思うし、あと守備で言いますと、やはりさすがの源田、殿崎の二遊間、やっぱあの2人の守備でこう何度こうピンチを救っただろうっていう。いやありましたね。ありましたよね。幾度なくね。いや幾度となく。でもこれねやっぱ目が超えるんですね。ふとねこれだったら源田取ってくれるとかって思ってしまうんですよね。でそこでちょっとねこうファンブルとかあるとあーってなるんですけど、いやそこまでいけてる終えてることがすごかったですね。そうなんですよ。そうなんですよ。なるほど。源田からあそこまで追いついたし、源田からあそこで勝負できたとこもあったし。でもそれ以上にね、二遊間の当然、トレーもそうですけど、カバーとかも含めてですね、キャッチャーからのね、カバーでもそうですけど、やっぱりもうさすがだなと思いますよね。ですね。いうことないですよね。ですね。いろいろ振り返ればまだまだこう話したいことたくさんあるんですが、最後にファンの皆さんに1年間応援してくださいました。感謝の気持ちも込めてメッセージをお願いいたします。2023シーズン、1年間本当に熱い声援、ありがとうございました。結果5位という結果になりましたけど、毎試合毎試合本当にファンの皆さんの、声援、選手を、背中を押していただく熱い声援本当にありがとうございました。秋の、練習がスタートします。来季に向けて、また、この練習の姿もですね、ファンの皆様に、一人でも多くの方に球場に、来ていただいて、選手を、励ましてください。今シーズンもありがとうございました。